元気いっぱい。ゆあにチャンネル。皆さんこんにちは。ゆあにチャンネルのゆうです。あいです。みーです。パッパでーす。はい。と、はい、いうことで今日の企画は間違え探し。イエーイ。はい。今日の企画間違え探しということで。間違え探し選手権です。間違え探し間違えを間違えを間違えを探す選手権です。間違え探し選手権。はい。と、はい、いうことでパパちょっと買ってきたんでね、間違え探しの本を、うん。それで誰が一番早く見つけれるか。ミーは5競います。まあミーはハンデで5個で、UI は10個です。これ。見てる視聴者さんも間違え探ししてね、挑戦できるので、はい、そういう編集するので、うん、ぜひチャレンジしてみてください。子供たちより先に見つけることができるか、まあ、視聴者さんともね勝負でね、まあ楽しんでください視聴者さんも、うん、ということで早速やっていきたいと思います。レディー5はい。はい、今から、You, I, Me の順で間違い探しをやっていきたいと思います。はい、説明。説明します。この間違い探しの本の中から、10個見つけた人が手を挙げてタイムを競います。一番早かった人に、賞品が出ますので、賞金かな？賞金が出るんで、頑張ってください。はい。視聴者、視聴者の、皆さんも一緒にやってくださいね。どっちが早いかな、視聴者の方と言うは。勝つよ。いきますよ。よーい。スタート。5個頑張れ。え、待って、今何秒？35秒くらい。1分くらいかかりそう。そんなかかる？わかんなくない？ねえ、ちょっと待って。難易度何？1本当にある？あるよ、だって問題のとこ10。あ、待って待って、私、なんか、違う気がする。教えちゃってね。時間3分かかりそうぐらい。
にあと何個っつったよ今さっき。あと2個って言ったね。貼り付けたからちょっと数えてみて。よく見て照らし合わせてよーく。じゃあポーさんってことでいいですか。え、待って、ダメ。そしたら負け確？負け確です。よし、やめよう、やめよう、やめよう。もう6分だったら終了にしよう。え、じゃあもう終わりやん。はい、終了。はい、ゆうの答えっていうか、待って、こことさ、こっちがなんか斜めにいる。正解はどうかな。ゆうはまずここの飛行機幅が違う。この幅が違うね、ここと。ここがいる。ちょっと、どいて。ここの幅が違うね。あと風船の色。風船の色。青と赤。あとこの元気の人の人が違う。看板とこっちは美味しいになってる。うん。あとこれ手紙ね。手紙が違う。あとここに丸。丸があるのとないのね。で、あ、ここ四角と丸。それは直したね。で、ここが、なんだっけ、丸いの線、丸いここの線がね、二重になってる。で、10個かな。ここちょっとわかんないね。雲の大きさが違うのかよくわかんないけど。長さじゃなくて大きさ、うん、ちょっと、太さと。10個見つからなかったね。ということで、8個で6分ですね。はい。はい。次は愛のチャレンジです。はい。6分いったらもう終わりね。終了ね。いきます。10個見つけてください。はい、よーい、スタート。ほぼがむずいんだけどね。ねより、え、難易度は一緒だよ。難易度は一緒だと思うけど、欲しいちゃうか。うん、ねえ、なんかむずい。あ、あった。
しか見つけてないうち。あ、3個か。え、ね、これどっちに丸つけるの？どっちでもいいよ。あ、待って、間違えてこっちにつけちゃった。これで6分になったらあとは数で決まるね。U は8個だったよね。なにこの難しさ。同じだよね、ナイド。うん、同じ。教えちゃった。来るんだけど、それは。さあ、頑張れ。視聴者さんも頑張ってると思うんで、一生懸命見つけてんじゃないかな。火はね、何にもないよ。ねえねえ、待って、この方が難しい。多分目悪いと思う。え？そのメガネかけたら分かるかもしれない。分かんないよ、変わんないから。そりゃね。ああ、前のちょまげちゃんになっちゃった。いいだよ。あともう少しで2分経過。2分。え、ね、待って、あと4分じゃん。あと4個？あとね、は、あの、あとね、あの、わかんない。あと6個か。あと6個だよ、やばいよね、これ難しいって、マジで。え、なに？え、絶対わかんない、これ。これって20個？20個じゃないよ。ね、待って、わかんない。全然わかんない。ちょっとここ見よう。え、この辺にあるの？あった。あの、気をつけよう。こっちにもある。え、あと3。あ、ここもあんの？あ、もう今3分。この数？そんなわけないか。終わり。え、今何個見つけてない？あ、5個か。あと5個だね。あと5個だね。え？あと1エリアぐらいだけだよ。あと5個。そう。出て出て。木？木？木じゃないよね。木の中の葉っぱの色じゃないよね。ね、何？木ばっか見てもしょうがないぜ。分かってるよ。人？人もやってよ。この人もなんか怪しいんだよね。はい、残り時間あと3分です。早いよ。あと2分。あと2分か。早くした。え、なくない？あるよ。え、あと何個？え、あと5個じゃん。逆転大勝利になるのか、それとも。だってこれは難しいよ、マジで。本当に。あれ、なんか全然違う。おじさんとか。アイさ、いう1位になると思ってて、今ずっとヒヤヒヤしてる。ねえ、待って、ねえ、わかんないよ、助けてよ、誰か。ねえ、やばい。ねえ、やだ、ちょっとそんなこと言わないで。いや、言われ続けてきたんだから。でもやめて、お願い、本当にやめて。ねえ、待って、やだ。さあ、視聴者様見つかったかな、10個。見つからないよ、それは。本当に見つからないと思うよ。じあと4個。今さら見つけてるもん。もう1分切ったよ。ねえ、もうだからそんなこと言わないでよ。ね、あと6個、あと6個。あと4個、あと4個だ。うん、あ、そう、あと4個。はい、あと4個見つければ愛勝てる。6分の間に。ねえ、待って、もう、ねえ、もうない。集中して、集中。もうないよ。5分30分。5分30分。ねえ、やばい。いや、いけるよ。
そんなことしててもね、わからないよね。え、ねマジでなくない？いやいや、これはねーねーのやつより難しいかもしれません。7秒。え、ねー、もう終わりやん。3、2、1、終了。はい、愛も6分経っちゃいました。はい、6分で何個？はい、6分で何個？6個。はい、6個でした。はい、答え合わせしましょう。答えはこの芝、芝居の紙芝居の芝の点、あと砂場のもっこりしてるのとしてないのね。で、あとはここブランコ、高さが違います。で、このベンチの高さも違いますね。これはゆう見つけた。あとここのパンパン叩くやつの長さが違いますね。あとこのカチューシャ、カチューシャね、カチューシャね、色が違う。色っていうか線が入ってるのと入ってないの。あとここの人の手があるかないか。あと口が笑ってるか笑ってないか。あとアイスが溶けてるか、アイスじゃねえや、練り飴か、溶けてるか溶けてないかっていうのが答えでした。はい、はい、次ミーミーのチャレンジ。ミーはハンデで5個だけでいいね。5個見つけて、で6分で終了。6分以内に 5個見つけてください。はい、いきます。よーい、スタート。スタート。なんか宿題やってる。今何個見つけたの？み、2個。お、すごい。早っ、頑張れ。あ、犬のベロ。そう。もう3個いってる。あ、おー、すごい。チャレンジしてみるもいい。10個、じゃあ11個頑張ってみ。意外と早いね。もう5個見つけた。うん、頑張って。じゃあ10個、うん、10個、10個にしよう。じゃあ、ここに10個あるの？あるある。早っ。あと2つ、頑張って。やばい、やばい、疲れる。あと2つです。みん、頑張って。やばい、もう言うと全然。
教えてないよ誰も。あと2分です。あと1個、もうあと1分で、あと1分で1個探すんだ、頑張れ。すごいです。ね、これで1人、うん、でもこれで1個その中で間違えたら、あと5秒、4、3、2、1、終わり。ピピー、はい、どこあと2位は9個でした。あとはゆうは8個だって。はい、じゃあちょっと答え合わせしよう。はい、まずここか、うん、犬の下ベロ、ベロ出てないね。ここ紐の長さが違う。でここ、うん、あとコマ、お手紙があとお手紙があるかないかでコマの色が違う。あと釘が1本多い、うん、でここの釘の長さが、ここの釘の長さが違う。あとここの丸と×、うん、あとこの子供の髪のチョンっていうのが出てないよね。あとここ、そこ言ったね。言った。あとここの色、ここのやつらを優が見つけたじゃん、うん、どっちが違う。あとポストのこのマークが違う。だから、はい、以上です。10個です。はい、視聴者の皆さんできましたかね。10個。ゆうあみチャンネル。じゃあいきます。第3位からいきましょう。パパから賞金が出ますので。やば。第3位。3位。何を言うの？名前を言うの？ダン。第3位の方、6個見つかりましたね。はい。6分過ぎちゃいましたけど。過ぎちゃった？6分。6分経っちゃいましたけど、第3位は、あいやば。え、2位見ていいの？さあ、第2位。第2位誰だ？第2位は、ダン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 
ね、最初はハンデ上げてやろうとしたんだけど、すごい実力を見せてくれました。第1位、ミーおめでとう、はい、それで欲しいものを買ってください、みんな。はい、いいんですか？いいですよ。え、これしかない。ミーそれしかない。それ一番大金よ。いいの？うん。お金の価値わかります？どれがいくらが。あ、分かった。OK です。ということで、じゃあ、視聴者の皆さんも、間違い探し、できたかな？できたかな？コメントで教えてね。コメントで、子供たちより早かったよっていう人、教えてください。10個見つけた人。ということで、この動画が良かったと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録、コメント、よろしくお願いします。今年5000人目指しているので、ぜひ皆様応援の方よろしくお願いします。お願いします。じゃあ次の動画でまた会いましょう。